私は駅前にちょろちょろとどさんことかラーメン屋さんとかありますね。で駅出てすぐのところにパン屋さんとかあるんですね。でこの辺りは主婦の店が多いですよね。よいしょ。ちなみに価格はどうでしょう。この価格でなるべくねナンバーが映らないようにね、よいしょ、ね、まるで助手席でこう乗っとるような感じになりませんかね。問題は私の声が拾えるかどうかなんです。これまたね完全に対角線上にありますかね。私の運転席のね向いてる方向も真逆ですからね、音を拾うのかどうかですけど、まあ、こっからまたちょっとチラリチラリと戻ってきますけど、で、通常でしたらね、まあいろいろとルートを変えてね楽しむところではあるんですけど、まあ今回はねバスも新宮駅前に行くやつがメインなんですね。あら、ボールが倒れちゃった。やっぱ風は結構強いですよねこっちは。で上に国道のねバイパスですね。この高架の上からスーッと行くとね新宮の方に入りやすいということで、そのまま大橋の方を渡れます。特に大型車はねそっちの橋でないと渡れませんから、ね、橋が面白いんですよね。後から架けた大きい橋とその横に昔の橋が残ってて、昔の橋は今でも一方通行でね普通車のみ、通れますよということで、普通車とかあとは、自転車とかも通れるのかな。でそうとりあえずね、秋田駅でしたっけ、足立駅でしたっけ、ちょっと名前忘れましたけどね、その駅のところはね道の駅も兼ねてるんでね、多分車がね止めやすいと思うんでね、ちょっとそこ止めてねついでにまあこっちの名産ちょろっと食べてね、うん、行こうかなと思いますけど、ただあそこはね結構混むと思いますんでね、あんまり混んでるようやったらちょっと割愛します。一応3密避けないといけませんからね。海水浴の、ね、人とかが確かね結構多いはずなんですよ。もう目の前が浜辺なんでね駅の、うん、あそれじゃなくてもあるか、あもう一個あるな、紀宝町ウミガメ公園っていうね、ウミガメが有名なんですよね。こんなってウミガメの産卵地になってるよっていうことでね、なんかテレビとかで見たことありませんかね。ウミガメさんがね夜中にワッシュワッシュってやってきて、ね、海辺の浜のところに卵をねポコポコって産んで、土かぶせてね、ワッシュワッシュとまた海に戻っていくっていう図ね、なんか見たことありませんかね、うん、なんか浦島太郎のねに出てきそうなね感じのねウミガメさんがねこう、産卵しに来るっていう、まあそのね浜の一つがこの辺り紀宝町なんですよね。出るかな、紀宝町っていうとやっぱりウミガメっていうことなんですよね。よいしょ、ここも面白いですよね。この辺りはね井田舞子っていう地名なんですけど、めちゃくちゃ地名表がね、めちゃくちゃあれですよ、わ混んでるな、わーわーわー混んでるな。まあめちゃくちゃわー止めれないかな。 CRZ や、いやちょっと降りてきましょうか。この価格は価格で良さそうですね。とりあえずね寄ってきましたよということでね、うんがんがんちょっとお食事どころも閉まっておったんでね、早めの夕食というのをねやめとこうかなと思ったんですけど、それはそれでねまたねちょっとええもの売ってましたんでね買ってきましたよということでね、まあとりあえず、ね、まあね今回三重県特集ですからね、もう徹底的にね三重県のものを紹介しようということでねやってるわけなんですけどね、こんなのが売ってるんですね。あ逆光すごいな、見えやんな。お、あった。これね、ジャバラウォーターってなってますよ。これね、ジャバラっていうね、
和歌山県に唯一ある有名なね、全国で唯一の飛び地の村っていうので有名な北山村っていうところがありましてね、そうですね、北山ですよね、そう、北山村のところにね、で、自生しているね、謎のみかん、ジャバラっていう固有種らしいですけどね、うん、っていうのがあって、これがね、結構独特の味でね、酸味がすごくてね、ジャバラ丸っていうね、ちょっと古い写真あるかな、こんな感じで、こういうね缶の飲み物とかもあって、これもね美味しくてね、私大好きなんですけどね、これね、あくまでも、噂ではあるんですけど、花粉症に非常に効くっていうのでね、結構話題になってる蛇腹っていうやつがね、いうのがありますということで、ね、それのドリンク買ってきまして、ちょっと飲んでみましょうね。ジャバラ、ジャバラ丸の方はもう相当強いんです。これは多分ちょっと薄まってるんじゃないかな、どうかな。でもすっきり、めちゃくちゃすっきりした。なんかね、本当にね、ライムと、みかんのあいのこみたいな、みかんをもっと酸味きつくしたような感じのね、だって、ジャバラ丸の方がね、結構飲んだ瞬間にゴーってくるね、やつがね、こっちの方のがだいぶマイルドですね。飲みやすいのはこっちかもしれません。フルーティーさをより求めるなら、ジャバラ丸の方がいいかもしれませんね。これ210、いくらやったかな。税別で、これ内税だ。税込みで216円のことですね。いいですね。うん。で、もう一個ね、うん。ね、ってことでね、三重まで来てね、何和歌山のものを紹介してるんだって言われますよね。ちゃんとね、この後用意してますよ。で、ってことでね、次にご紹介するのがね、これね、柿の葉寿司。全然光って見えませんね。あ、見えてきた。はい、柿の葉寿司ですね。ね、おめえ何言っとるんやと。ね、柿の葉寿司といえばね、奈良の名産やないか、おめえ。ね、和歌山のやつ紹介して、今度何をめ、ね、奈良のやつ紹介しとるんやって、こんなとこまで来てっていうところなんですよ。これね、実はね、ちょっといろんなからくりがありましてね、実はね、和歌山って柿の葉寿司の名産なんですよね。名所なんですよ。これ本当にね、なかなか知られてないんですけどね、もともとは実は柿の葉寿司を作ってたのって、和歌山なんですよね。で、これね、ちょうどね、これ玉屋さんってなってますよね。あー、また。あ、ごめん、時間かな。これね、玉屋さん。確かね、ちょっと私のね、記憶違いでなければね、この動画でね、初期の動画、それこそあちらと先の動画で言ってますけど、一番初期の最初の多分旅動画じゃないかな。亀山から新宮にね、行くっていう動画があって、その動画の中でね、梅干しソフトってのを食べてるんですよね。そのね、梅干しソフト売ってるのが確かこの玉屋さんやったはずです。ちょっと後でまた書いてから、あ、今はわかるかな。それのがあったんでね、Facebook ね、とかでね、ちょっと、というような感じで、ぶらりぶらりとしてね、ふらりとね、時間がね、過ぎてしまうこともあるんでね、これ、そんなこと言うとったら、何これ、梅ソフトクリーム、梅ソフトクリーム、この寒い時期を限定で作ったような、まあね、紀州といえばね、南高梅、梅干し、梅ですからね、気になるやん。柿の葉寿司はね、もういい。宿場のっていうのは、柿の葉というと、どっちかというと、奈良の方のイメージも強いですけどね。柿の葉寿司もあるらしいです。あ、でも買っといて、駅弁みたいに食べるのもありですね。うん。あれいいんですよね。よく私は、あそこで買いますけどね。橿原神宮の方でね、近鉄の、あそこで売ってるもんでね、ですけど、さあ、せっかく、うん。夕方、確かに色がね、濃かったんでね、うん、そうかなと思ってましたけど、これはなかなかに梅干しですね。あれですね、柿の葉寿司売ってたじゃないですか。で、まあ、柿の葉寿司も、用意させてもらいました。買ってきましたし、ちょっと今、手が全部塞がってるんで、映ってないですけど、うん、買ってきました。で、でも柿の葉寿司というとね、やっぱし、奈良のイメージがあるんですけど、こっちの方もあるんですねって話をしてた。あ、そうなんですよって。というのは、もともと、で、その、柿の葉寿司自体は実は、和歌山県の橋本市の方がなんか発祥らしいんですね。私も知りませんでした、そのあたりは。ね、で、
うまいなこれ。うん、で、柿の葉寿司、寿司は橋本の方から主従で、そっちの方から要は柿食とかですね、川を下ってですね、商人さんとかですね、こう、木の、材木とかですね、熊野の山から取れる材木をですね、下流の方に流すと、いうのが一つの、産業の、機関だったわけですね、紀州の方では。で、その時にそういうの、業者さんが持ち運ぶのに、ね、食べたいおった人のが広まっているのが、柿の葉寿司なんで、どちらかというと発祥はやはりなんで、これも、実は、結構和歌山の方なんですよっていう、まあ東洋なんかなるんやと、すいませんでした、うん、ということで発祥のね、こちらが元祖というね、この、柿の葉寿司、ここはね全部ね手作りでね一個一個やってるみたいですね。あら、ポンちゃん、取ったの、取ったの、取ったの、おおおお、何？どうしたんこのばあちゃん。特に散歩って感じでもないけどな。散歩なの？おお、びっくりした。びっくりした。やっぱ歩くもんですね。いやー、これね、バス乗ってたらこんなこと起こりませんからね。わー。あのワンちゃんって、あそこのお宅のワンちゃんなんです。え？ワンちゃんがなんか一人歩きしとるんやけど。多分そこの家のワンちゃんだと思う。そうだよね。ああ、びっくりした、びっくりした。聞きなし、歩道わーってワンちゃん歩いてきたら何かなと思って。勝手にな、どこ。あ、こんにちは。あ。何ワンちゃんに来たの来たな。あのワンちゃんっていつも出てはるんです。あ、わかんない、いきません。あ、通りかかりか。みんなそうやな。ワンちゃんがな、フラッとしとったらな、みんな気になるもんね。いいねんかもしれない。中国の方。あ、こんにちは。ニハオ。ねえ。残念、私より遠くの人やったね。はい。